ジュマンジ、ジュマンジ、ウェルカムトゥジャングル、ジュマンジ、ウェルカムトゥジャングルは2017年にアメリカ合衆国で公開された 3D アクション、冒険映画、ジュマンジシリーズの2作目。1995年に公開されたジュマンジの続編で、前作から20年後を舞台にゲームの中に閉じ込められた高校生たちの冒険を描いている。当初、 公開日は2016年12月25日の予定だったが、最終的に2017年12月20日に決定した。日本では2018年4月6日に公開された。1996年、かつてアランパリッシュとサラウィットルが川に投げ捨てたジュマンジが、とある海岸に打ち上げられる。偶然、ジュマンジを発見したブリークは自宅に持ち帰り、 息子アレックスに手渡すが、アレックスは古いボードゲームには興味を持たなかった。その日の夜、ジュマンジはボードゲームからロムカセットに変化し、ゲームを始めたアレックスは行方不明になってしまう。2016年、ブラントフォード高校の学生、スペンサー、フリッチ、マーサ、ベサニーの4人はそれぞれ問題行動を起こして、ベントレー校長に呼び出され、罰として、 地下室の掃除をするように言われる。掃除の途中で、ジュマンジのロムカセットの入ったゲーム機を発見した4人は、掃除をサボって、ジュマンジをプレイしようとするが、4人はテレビ画面の中に吸い込まれ、それぞれ自分が選んだアバターとして、ジャングルの中に放り出されてしまう。ゲームの世界に迷い込んだことに驚く4人は、ゲームの案内人ナイジェルに出会い、彼は、バンペルトが盗み出した宝石を、 ジャガーの石像に戻して、呪ン字世界を救ってほしいとゲームのストーリーを説明し、宝石と呪ン字世界の地図を手渡して、市場で欠けているピースを見つけるようにと指示を出して4人と別れる。直後に4人はバンペルトの手下に襲われ、そこで自分たちのライフが3つしかないことを知る。市場に到着した4人は再びバンペルトの手下に襲われるが、そこで、 呪ンジ世界に閉じ込められていたアレックスに助け出される。4人はアレックスが住みかにしているアランパーリッシュの隠れ家に招かれる。アレックスはゲームをクリアしようとして2回死んでしまい、ゲームオーバーになるのが怖くて呪ンジ世界に止まっていることを告げる。4人はアレックスが欠けているピースだと気づき、5人で協力してゲームをクリアしようとする。五人は ジャガーの石像に向かうため格納庫から乗り物を手に入れようとするが、そこでアレックスは自分がゲームの世界に20年間も閉じ込められていることを知り衝撃を受ける。4人に励まされたアレックスはヘリコプターを手に入れて、ジャガーの石像に向かうが、途中でフリッチが宝石を落としてしまい、スペンサーはフリッチのライフを犠牲にして宝石を取り戻す。 無事に宝石を取り戻した5人だったが、アレックスがライフを失い死にかけ、ベサニーが自分のライフを渡して彼を救う。難関を乗り越えたスペンサーはマーサに自分の思いを伝える大思いとなり、ベサニーもアレックスに惹かれていく。ジャガーの石像に到着した5人は、最後のステージをクリアしようとするが、スペンサーはジャガーに襲われて、ライフが残り一つになり進むことをためらうが、 フリッチに励まされて、やる気を取り戻す。5人はフリッチの作戦に基づき、バンペルトの手下やジャガーを撃退するが、ベサニーがバンペルトに捕まってしまう。ベサニーはフリッチとアレックスに助け出され、スペンサーはマーサと協力して、宝石をジャガーの石像に戻して、ゲームをクリアする。ゲームをクリアした5人のもにナイジェルが現れ、彼らを 元の世界に戻す。元の世界に戻った4人は、アレックスがいないことに気づき、ブリーク帝に向かう。荒れ放題だったブリーク帝は、手入れの行き届いた屋敷に戻り、彼らはそこで大人になっていたアレックスと再会する。4人は、ジュマンジの冒険を経て、友人となり元の学生生活に戻るが、地下室から再び、ジュマンジの太鼓の音が聞こえてきたため、彼らは、ジュマンジの ロムカセットの入ったゲーム機を破壊する。ェ演ン、ジョンソン・ジャック・ブラック・ケビン・ハート・カレン・ギーラン・ニック・ジョナス。カッコ内は日本語吹き替え。ジェイク・カスダン2012年7月、コロンビア映画社長、ダグ・ベルグラードは、ハリウッドリポーターの取材に対し、私たちは、ジュマンジを、リイマジネーションし、最新の状態にアップグレードしようとしていると述べ、新作を企画中であることを公表した。 同年8月1日には、マシュートルマッハが、ウィリアム・タイトラーと共に、リブート制作を担当することが判明した。2015年8月5日、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントがリメイクを制作し、2016年12月25日公開を予定していることが発表された。これに対し、インターネット上では、前作の主演ロビン・ウィリアムズの死去から1年余りでの、 リメイク制作発表に批判の声が上がった。また、前作に出演したブラッドリー・ピアースといいニュースも不必要で侮辱的だと批判している。10月23日には、スコット・ローゼンバーグが脚本を手直しするために起用された。2016年1月14日、ジェイク・カスダンが監督を務めることが発表された。同月20日には、 公開が2017年7月28日に変更になったことが発表された。音楽はジェームズ・ニュートン・ハワードが作曲する予定だったが、公開日が変更になった際にヘンリー・ジャックマンに交代することになった。ガンズ・ローゼーズのウェルカム・ツー・ザ・ジャングルがエンディングテーマとなっている。2016年4月16日にドウェイン・ジョンソンとケビン・ハートが出演する可能性が報じられ、 ジョンソンはインスタグラムを通して出演することを発表した。7月には、ジョンソン、ハートの他に、ジャック・ブラック、ニック・ジョナスが共演することが発表された。8月、ジョンソンは映画はリブートではなく、続編になると述べ、同月に、カレン・ギランが出演することが発表された。9月20日にサーダリウス・ブレインとマディソン・アイズ・マンが、同月26日には、 リス・ダービーとアレックス・ウルフが出演することが判明した。11月にはボビー・カナ・ベールが悪役として出演することが発表され、12月にはティム・マシスンの出演が判明した。2016年8月からハワイ州ホノルルで撮影が行われ、12月8日にジョージア州アトランタで撮影が終了した。舞台になるジャングルにはアラン・パーリッシュが残した家が登場し、 アランが残した情報が物語で重要な役割を果たすという。ブラックはこれについて、彼は登場しないけれど、私たちを助けてくれると述べている。北米では、グレイテスト・ショーマンと同日に3765スクリーンで公開され、公開週末の興行収入は6000万ドルを記録すると予測されたが、制作側は4500万ドルと予測していた。 公開初日は720万ドル、2日目は740万ドルの工業成績を収め、6日間で7200万ドルの工業成績を収めた。公開第2週には、前週比39%増の5060万ドルの工業収入を記録した。公開第3週に、スター・ウォーズ、最後のジェダイを抜き、公開第9週には、世界工業収入記録が9億ドルを超えた。 これにより、ソニーピクチャーズエンタテインメントの独自制作、配給作品としては、スパイダーマンシリーズの記録を超えて、歴代1位の興行記録となった。ロッテントマトズには152件のレビューが寄せられ、支持率78%、平均評価6.2、10となっており、魅力的なキャストとユーモアを用い、オリジナルを楽しく面白いアップデートを行ったと、批評している。 メタクレティックでは43件の批評に基づき58、100のスコアを与え、シンデマスコーでは A マイナス評価となっている。T ラッペのデーブ・ホワイトは、キャストの演技を賞賛し、映画は契約上を求められていた期待を覆すほどのファミリーエンターテインメント映画で、楽しさと成功を提示するクリスマスリリース作品ですと批評した。バラエティのングレーバーマンは、ドキドキ。 ハラハラ、単純明快な、楽しさ、巧みな作りのアクションシーン。そういったものは、ジュマンジ、ウェルカム・トゥ・ジャングルには、全編ほぼ見当たらない。間に迫ったビデオ版、ボードゲームという設定だが、実際は、ただの退屈なゲームに過ぎないと酷評している。ジョンソン、ブラック、ジョナスは、インタビューの中で、ジュマンジゲームの起源を描く第三作の可能性について述べている。また、 ギランは本作の別エンディングでは他の映画への扉が開かれる内容になっていたと述べている。2018年2月シリーズ第3作が制作されることが報じられた。監督や脚本家は続投について交渉段階、キャストは続投すると報じられており、2019年12月公開。ありがとうございます。